おはようございます。沖縄の月です。始まりましたね、新兵の摩天楼イベント。というわけで今日はこの新兵の摩天楼イベント、これをね、ちょっとやっていこうかと思います。なんかね、10回をクリアすると次の10回が開くと。チャレンジダンジョンイベント。で、これがね、6月18日の、はい、23時59分まで。という期間限定のイベントなので、頑張ってね、これクリアして、まあ、いろいろな報酬、ゲットできるものをゲットしていきたいなと思っております。さて、ゲットできるのは新兵のヘルム、鎧、まあ、こういった、防御系、確かに自分のキャラ弱いから、まあ、欲しいな。そしてこういう、なるほどね、よし、では今日は早速これ行ってみようと思います。さてと、ここか、ここからさ、行きますか。で、さっきちょっと1回だけやってみました。なので、こんな感じね。出た。もう20回クリアす。まあ、10回ごとに確かにいい報酬がある。あ、いや、25回もあるか。で、30回クリアすると新兵のヘルム。おう、OK。では、行きます。とりあえず最初から行きましょう。1回から。もう、じゃあ、1回から行きます。商人という高きいただき。お、トルネコが仲間になってるし、いきなり転んでるし。ほうほう、まあ一回だしまだ楽勝ですね。あ、そうか、スライムたちの楽園。スライム多いの、確かに。基本的にスライムばっかり出てくるのかな。ボスもスライム。よしよしよし。よし。音楽もトルネコの時の音楽か。あれ、トルネコと不思議なダンジョンは地下へどんどん潜っていくんだよね。あれ、上に上がっていくのはなんだっけ、なんかそういうシリーズなかったっけ。ヤンガス、少年ヤンガスと、あれ、ボスはスライム系ではなし。ああ、身動きできなくなった。よし。はい、勝利でございます。トルネコ。トルネコが来た。トルネコが見つけた道具もこの中に入るんだな。OK。じゃあこのまんま、次の階層、こっちにも行ってみよう。お、こうやってルーレットっぽくなるんだ。あれ？伝説の台に、あれ？スライムじゃないし。こういう風にランダム出てるってことなんだ。なるほど。スライムたちの楽園っていうから、スライムがいっぱい出てくるのかと思ったら、そうでもなしって感じ。でね、この新兵の摩天楼のこのバナーの女の子、頭の上になんでスライム乗っけてんだろうなとずっと思ってたんだけど、これ違うな、よくよく見ると。
初めてバナー見た時頭の上にスライム乗ってるなんかの女の子だと思ったさ。さて、今回の助っ人のソロさんがどうしても笑うセールスマンに見えてしまう。今回のボスは魔術師。はい、これも楽勝だよね。うん、楽勝っぽいっす。よし、はい、おお、お宝ですよ。おお、今回はトルネコさんセリフ言った。セリフによって出てくる内容が違うとか。うん、おお、メタルの鍵。ほう、なるほど。いいものゲットしたときああいうってセリフが出るのかな。うん、さて、まあ、とりあえず、2回を達成しました。ということで、ここから先もね、時間があったらどんどんやっていこうと思います。で、私のフレンドあと、37名で枠が終わりますので、よろしければフレンド申請の方もよろしくお願いします。と、まあ、今回はこんなところで一旦終わります。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。